村松友人は、石川県金沢市出身の元プロ野球選手、コーチ。2017年からは福岡ソフトバンクホークスの、一軍外野守備走塁コーチを務めている。アテネオリンピック野球の銅メダリスト。金沢市立小坂小学校を卒業。金沢市立、なる中学校に進んだが、父の仕事の都合で、鶴ヶ市立小量中学校に転校。卒業後、 金沢に戻り清涼高等学校に進学。清涼高校では5番打者。2学年下に松井秀樹がいた。高校2年の1989年、第71回全国高等学校野球選手権大会に出場し3回戦進出。高校3年の1990年、第72回全国高等学校野球選手権大会にも、 出場したが、初戦の2回戦で敗退した。1990年のドラフト6位で、福岡大英ホークスに入団。1991年は、サリナススパーズに野球留学した。1992年8月11日に1、群発出場。翌日には、プロ初安打を放ち、1993年に初盗塁を記録。 1995年に規定打席未満ながら3割32投類で一番打者に定着した。1996年は完全にレギュラーを獲得し、58投類で初の投類王を獲得。1997年にも42投類を記録している。しかし、1997年まで本類打が一本も出ないなどパーに欠けていたことや、瞬足に加えて、 強コ高打も持ち合わせる柴原洋の台頭により、1998年以降は、ダイソーや守備がため、衰えの見える秋山工事の代役スタメンでの出場が増加した。2003年7月1日には、サイクル安打を達成した。この年は、ダイハード打線の各団頭として、打率、324、150安打、6本塁打と、自己最高の打撃成績に加え、 歴代後位体となる1 3ル塁打を記録。規定打席に6年ぶりに到達した。投類王争いでも、井口忠人との激しい競争をリードしていたが、8月23日の、対地ワロッテマリーンズ戦で補給を試みた際に、右鎖骨を骨折して離脱。日本シリーズには復帰して、日本一に貢献した。この年のオフに、FA 宣言し、オリックスブルーウェーブへ移籍。 2004年にはアテネオリンピック野球日本代表に選出される。出場こそ108試合だったが大きく低迷するチームにおいてリーグ5位の打率320、自己最多タイの6本塁打をマークした。この年のオフには大阪近鉄バファローズとの球団合併による選手分配ドラフトにより引き続きオリックスと契約。2005年は118試合に出場し、 打率247、30打点と打率が2割5分を下回り規定打席にも届かなかった。2006年は126試合に出場して2年ぶりに規定打席に到達しチームトップの打率303と検討した。2007年も128試合に出場し打率289と下がったが前年より多い131安打を記録した。 2008年は春先こそ活躍したが、7月3日のソフトバンク戦で、盗塁時に足を痛めて降格。8月19日に復帰したものの、不在の間に、小瀬広之が台頭したため出場機会を得られず、出場試合数が6年ぶりに100試合未満に終わった。10月31日、大村直行との交換トレードで福岡ソフトバンクホークスへ移籍。 5年ぶりのフルス球団への復帰となった。2009年は開幕前に左足ふくらはぎを痛めで遅れたものの、5月22日に一軍登録され、外野のスーパーサブ的な役割を担っていた。2010年は開幕を一軍で迎えたが、3月22日の北海道日本ハームファイターズ戦に代打で起用されたのみで降格となった。以後は出場機会がなく、 9月27日に現役引退を発表した。ファン感謝祭での引退挨拶においては、自慢の脚力を活かしてと発言して、スカウト活動を誓った。2011年からは、ファン感謝祭での発言通り、ソフトバンクのスカウトを務める。2014年からは三軍外野守備総塁コーチを務める。2015年2月6日に、 グローバルベースボールマッチ2015サムライジャパン対欧州代表の日本代表外野守備総類コーチを務めることが発表された。2017年からは一軍外野守備総類コーチを担当する。引退会見でチームが不審だった1996年に選手が乗ったバスに対してファンから生卵を投げつけられたことを涙ながらに思い起こし、 あの悔しさを野球人生にぶつけようと思ってやってきた。1999年の最初の優勝で、大監督を胴上げできたことが一番嬉しかったと振り返った。ありがとうございます。